市川朝子市は、兵庫県の北部に位置する市である、田島県民局管轄地域、田島地方の南端に位置する、中国山地に属し、山間部が多く伊豆市伊東県立自然公園及び、将来、群山県立自然公園がある。気候は、日本海側気候、内陸性気候であり、寒暖の差が大きく豪雪地帯に指定されている。日本海と瀬戸内海の分水嶺となっており、 市の北中部を沿山川が北流し、南部では市川が南流する。鉄道では山陰本線と万端線。国道では国道9号と国道312号が合流し、京阪新地区や丹波地方、張間地方から田島地方、山陰地方に至る交通の要衝でもある。市役所のある和田山地区周辺の空中写真、1976年撮影の3枚を、 構成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。古代の田島国朝語軍の地である。将来軍には近畿地方最大の円墳などの古墳が多く、発掘された副装品などから古代に巨大権力者がいたことが推測されている。陸の銀山は平安時代初期の807年に開けこうしたと伝えられる。本格的な採掘は戦国時代に 田島国志も大名、山名雄豊により始まり、織田、豊臣、徳川などの時の権力者は直轄地とし重要な財源とした。江戸時代は一部に旗本領、伊豆主藩領、豊岡藩領があったが、陸の銀山を中心として大部分が幕府領であった。本市で一つの選挙区を成す。その定数は1である。2015年6月27日に、 有効して定計、江戸時代中期の田島地方で起きた大規模な農村一揆で捕らえられ、域の島に流罪となった小山野兵が子供たちに読み書き、そろばんを教授するなど、当時の域に住む人々の生活文化の向上に貢献したことから、将来市の地域は大きく合併前の地域に分けられる。幾の、将来、和田山、三島の四地域、なお、住所表示は、 旧朝子町を除いて、兵庫県朝子市町となり、町以下は従来と同じ。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、5.67%減の32,819人であり、増減率は、県下41市町中35位、49、行政区域中43位。2014年5月8日に日本創生会議。 人口減少問題検討分科会が発表した2040年、人口推計結果で20歳から39歳までの若年女性の減少率が2010年比で63.5%となり消滅可能性都市の一つとされた。人口推移、編集緑色で示したものが将来市の人口である。なお、人口は国勢調査による各年10月1日時点のものである。 小学校、中学校高等学校特別支援学校自然、学校周廃郵便局、無周廃郵便局、簡易郵便局兵庫県、京都府古来より、張間地方、丹波地方から山陰地方に至る接点であり、交通の要所である、万端連絡道路が和田山まで通じており、中国自動車道や山陽自動車道へ短時間で乗り入れられるようになっている。また、 2006年7月22日には、北、近畿と洋歌自動車道の一部として、遠坂峠を越えて、舞鶴若狭自動車道のカスインターチェンジまで、開通した、市の代表駅、和田山駅西日本旅客鉄道高速道路、編集国道、編集国道9号線と国道312号線は、和田山で交差する、県道、編集道の駅、編集、ありがとうございます。